とにちゃです。さて本日はですね、私がおすすめする大阪の古着屋さんとカフェをご紹介したいと思います。それではですね、大阪旅行。さて問題です。私がサンドの飯エビ好きなものは何でしょう。ごめんとインスタバイでございます。今日は私がね、大阪のおすすめの、まあ、古着屋さんとか、あとね、まあ、カフェをメインに今日はご紹介していきたいと思います。なのでね、今日はちょっと久しぶりに私がペラ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 と喋る動画になっております。よかったら最後まで見ていってくださいませませ。でね、なんでねこのね動画撮ろうかなって思ったのは、まあなんだかんだでね、もうこの7月半ばになってきて、まあね、だんだん夏休みがやってくる時期だと思います。やっぱりね、大阪に旅行行くので、おすすめのねこう古着屋さんとかカフェ教えてくださいっていう、まあコメントとか DM もすごくいただくんですね。なので今日はね、もう過去もかなり過去もで、過去をねこう振り返りながら、私がねここは絶対行くべきっていうところをちょっとご紹介していきたいと思います。じゃあまずですね、古着屋さんなんですけど、はい、じゃあ行きますよ。私が一番好きな古着屋さんはそうです、グレープフルーツムーンでございます。グレープフルーツムーンは大阪のヘップ5の一番上の階かなにある古着屋さんでございます。ほんとね、角っこにある古着屋さんなんですけど、あのね、結構ね、ほんとおすすめの古着屋さん聞いていただけるんですけど、やっぱりね、私はグレープフルーツムーンの古着が一番多いです。で、このグレープフルーツムーンは結構古着屋さんなんですけど、なんかね、こう何着か同じものとか置いてるから、例えば最近で言ったら、あのパフスリーブになってるブラウスとかも色違いとか、あと私と同じ色も何着かあるので、もしねグレープフルーツムーンで買いましたって私が言ったら、結構意外と見に行ってみると同じものがねあったりして、まあもちろんね、こう本当に一点物のものも全然あるんですけど、私がねよく買うその古着のブランドはスモールチェンジだったりとかも結構系列店でいろいろね置いてあるものがあるので、すごくねその点は結構おすすめですね。だいたいね3から5ぐらいまでで買えるんじゃないかなって私的に思います。なのでマジでグレープフルーツムーンはおすすめでございます。で、あとはね、梅田の中崎町にあるエルルバイジャムっていう古着屋さんもすごく可愛いです。結構ねリメイクだったりするものも多いので、うん、やっぱねエルルバイジャムを私もよく覗きに行きます。で、中崎町の古着屋さん、まあ基本的な私は買い物は梅田が多いんですけど、でもう一つ行くのがスピアという古着屋さんです。でね、まあそんなにね買ったことはないんですけど、大人っぽい感じのもあれば何店舗かあるんですけど、もう一つのほんと可愛い古着屋さんの方もあるんですけど、ほんとねそこもすごく可愛いです。この間ね、私その披露宴に行くのでちょっとドレス買ったのもスピアなんですけど、結構ねこう大人っぽいこうシルバーのアクセサリーつける方はほんとおすすめです。あとどこかな、私はねほんと古着屋さんで言ったらスピンズの中の古着コーナーもすごく好きなので、結構ねその辺はよく見ますね。スピンズの古着コーナーは 2,3,000円で買えるからすごくリーズナブルで、かつ可愛いワンピースとかあるので、結構古着初心者さんにはおすすめじゃないかなと思います。はい、でね今日はねちょっとメインではカフェのことを喋りたいので、ちょっと古着屋さんはこんなもんにしておきます。私はねこういうやっぱ YouTube で発信する前からインスタ映えのカフェを巡ったりするのがすごく好きで、まあねよく行ってたんですけど、まあそのよく行ってたっていう時も踏まえて紹介していきますね。じゃあまずですね、もう多分みんなが好きであろう、そして私も大好きなカフェでございます。北浜レトロというお店です。ほんまに店内もめっちゃ可愛くて、結構ねこうイギリスチックなこう洋館のようなモチーフのカフェでございます。本当にねなんか出てくる食器とかケーキとか紅茶も美味しいですね。はい、こういう感じのねちょっと洋館レトロチックな感じのカフェです。マジでおすすめです。ほんまに可愛い。私も最近行けてないんですけど、本当に最初に行った時からもう私のドツボなカフェでございます。じゃあもう一つなんですけど、このねスペクタクル北浜というところです。このねスペクタクル北浜も北浜のカフェなんですけど、このね大阪の北浜はね結構いろんなカフェがあるのでおすすめです。ここはね割となんか落ち着いた雰囲気、本当になんかこうちょっとシックな感じのカフェなんですけど、すっごいねもうこれもインスタ映え。私が食べたのはこのチーズケーキなんですけど、もうこれもねめっちゃ美味しくて、
なんか結構やっぱ落ち着く空間っていう感じですね。ナチュラルですごくこうまたさっきの北浜レトロとは違う、こうシンプルなおしゃれさがあるカフェだと思います。そう、ここはねめっちゃなんか落ち着く空間なんですよね。すっごい好きですね。じゃあお次はですね、ザ・コーヒータイムというところです。これはね私も最近行ったんですけど、結構有名なんじゃないかな。このね可愛いセーラームーンのコップで出てくるんですよ。これがめっちゃ可愛い。なんかねこう選べたりはしないんですけど、このねランダムでセーラームーンのキャラクターたちのグラスを使って飲み物が出てくるんですよ。もうこれがめっちゃ可愛い。店内もすっごい可愛いです。カウンターとか、まあ、ソファー席も多分あったかななんですけど、もう本当にねこのね飲み物をどこの壁に置いても可愛い、マジで。なんでねもう本当にもうインスタ映えが大好きなそこのあなたはぜひ行ってください。本当に可愛いです。私はね行った時はこの飲み物しか頼まなかったんですけど、本当にねこの間ね本当つい最近1ヶ月前ぐらいに行ってきました。ここもねおすすめやな。あとは多分ねこう今まで紹介したところって結構なんか多分好きな趣味が分かれるんですけど、ここは本当にみんな好きやと思います。このねモードローブというカフェです。ここのカフェは半分カフェで半分がねお洋服が売ってるんですよ。でね、そこのお洋服もめっちゃ可愛い。結構リーズナブルやしね。このモードローブでこう有名な飲み物がこのね2つになってるこのカップやったっけな、なんかそんな感じの名前で、私はね最初友達してた時に、これカップルじゃないと飲まれへんのって言った覚えのある感じの飲み物でございます。この夏場はマジでおすすめ。いやだってさ、まあ言ったらこう炭酸系と甘い系をさ一つずつ入れるわけや。やっぱりさこう甘い飲み物を飲んだ後ってさ、カフェとか行ったらもう一軒行ったらなんか今度は炭酸にしようって思うやん。まあ私だけかもしれんけど、こうねこう2つの味を楽しめるっていうのかつ、こうね店内がすごくおしゃれなので、マジでねこれはもうマジインスタ映え、なんかインスタ映えって言葉しか出てけへんねんけど、まあ、インスタ映えでございます。お洋服はもう私がね冬は一番着かれたお洋服のコート、紫のコートがあるんですけど、あれをね買ったお店でございます。あのコートも1万円しなくて、すごくねリーズナブルな値段で、ちょっとこう大人カジュアルっていう感じの服が好きな方はおすすめかなって思います。まあでもなんか可愛らしい感じも結構あるので、全然ねそこはこうなんか系統問わず着れるのではないでしょうか。あとね、じゃあちょっと系統を変えまして、居酒屋が好きなあなた。そう、私もね居酒屋がすごく好きなんですけど、園田というまあ居酒屋さんですね、なんですけど、すごくね可愛いんですよ。このねグラスわかるかな、こちらねバイスというお酒で、多分シソのお酒やったかな、多分シソがちょっと苦手な方は多分飲めないと思うんですけど、これねすごくこう見てピンクやし、なんかねグラスがねめっちゃ可愛いんよ。まあ私が出てきたのはセーラームーンなんですけど、結構いろんな感じのコップがあるみたいで、さっきねあの見せたセーラームーン のカフェのまあ多分似てるようなコップが出てくるんですけど、これがめっちゃ可愛いのと、結構ね割となんか写真とか撮るとすごく映える感じなので、居酒屋が好きかつインスタ映えが好きな女の子、そこのあなたですね、はい、は行ってみてください。マジでね園田は本当におすすめ。でも結構金土日はすごく人がいっぱいなので、カウンター席なんですよ全部。だからちょっとねこう本当に地元のねその本当にサラリーマンの方とかも行くような結構居酒屋さんなんですけど、マジでねご飯もめっちゃ美味しいし、かつねこうなんかちょっと何て言うんやろ、パッと見はね本当居酒屋なんでインスタ映えって思うんですけど、すごいなんか昔ながらの居酒屋さんって感じなので、ほんとねここ最近すごく流行ってるお店でございます。もうマジでねご飯が美味しいから本当に行ってほしいです。まあお酒が飲めない方でもね全然大丈夫です、行けるのでよかったらね行ってみてください。こんな感じかな。本当にねめちゃめちゃいろいろ他にも私はまだまだ行ったことがあって、結構紹介しきれてないものとかもたくさんあるんですけど、まあみんながね結構行きたいであろうっていうインスタ映えのカフェをご紹介いたしました。私この間行ってきたこのね写真があるんですけど、ここのねカフェはちょっと Vlog を出そうかなと思っているので、まあそれもお楽しみにしておいてください。でね、さっきも言った通りカフェねすごく惹かれるんですけど、まあ私は大体
マジでインスタに投稿してあるので、私のねインスタを見ていただければだいたい写真が載ってあるので、まあよかったらねインスタグラムの方もチェックしてみてください。はい、ということですね、いかがだったでしょうか。これが私のおすすめしたい古着屋さんとカフェでございました。まあ私のね周りの友達がすごくやっぱカフェとかがすごく好きなので、もう遊びに行くってなったらこうね開拓してこう本当に探したりするのが好きなんですけど、ぜひね皆様の旅行の参考になれば本当嬉しいなって思います。でね、私もまだまだちょっといろんなね新しいところをどんどん開拓したいなって思っているので、ちなみにね皆さんのねこう自分の地元でいいので、よかったらねおすすめのカフェとか教えてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram、Weibo もやってるのでよかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。